久保さんちょっと心配だけどね。どこが中岡と同じタイプだから、メンタル的に。そう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 、僕白炭裁判と確信したもん。白炭裁判の前の日に、うん、夜、うん、大久保さんと電話したら、うん、大久保さんのトーンの落ち方やばかったもん、うん、やっちゃいましたかねみたいな重い重い重ってこうどんどん下がっていく感じが、やっちゃいましたどんどん下がってって、うん、あー俺と同じタイプで、そういうことめっちゃ自信なくすタイプだわ、うん、で一個のこと思うと、うん、それのせいでこんなのがあるんじゃないかっていうのをどんどん連鎖させていくんだよ。俺も一個の失敗の石につまずくと、うんうん、そのめっちゃ転んで転がっていく感じ。そう、新しいね泥がいっぱい出てくるんだよそんな怪我するほどかこの石で、うん、みたいな。で転びに転んで最後泥団子になって止まるんだよ俺で周りの声も聞こえてこないっていう傷つきやすすぎよ。そうよ、そのタイプなんだ大久保さんも。大久保さんは繊細だぜ。まあ話も合うからな大久保さんと俺。合うんでしょ、うん、やっぱりいろんなこと、ところでね似た感じがあるわ。うん、まあ、ちょっとね大久保さんはね、うん、なんか将来のことこの前に気にしてたから、うん、僕が明日死んでも、うん、幕末オフィス5年に続くようになってるから。おお、はい、だからさすがに5年あればなんとかなるだろう。まあいろいろね、うん、次の道を探すのも、うん、なんとかなるそれ心配しないでほしい、うん、自動で継続するから僕が死んでも。それは嬉しいわ、うん、1年だったらちょっとそういう契約になったから、うん、大丈夫死んでほしくないけどな。うん、中岡はだから5年以内に死んでも大丈夫、うん、絶対いつ死んでも幕末はあるってことだおー、じゃあもう俺、全然。もうこれ以上は言いませんけどね。君は、うん、君は安心な。そう。なんか大久保さんって悩みとかないのかな？結婚だけでしょ？いや、でも結婚も特にね、そこまで思ってない。あ、でもね、最近ちょっと言ってることあるかな。なんか、放送を聞いててもさ、うん、もうしみじみと出てるよ既婚者に対する、ね、羨ましさ、うん、いいなーとかね、しみじみと、うんうん、味わい深くじゅわーっと出てるね、うんうん、変なところで小物集することあるからな。小物集って何で前中久保で言ったさ、うん、あの自転車のさ、うん、タイヤ何かする時も、はい、こう普通に外でやってればいいのにさ、うん、なんかこう人に見られたくないからって暗がりでごちょごちょやってて、うん、警察に職質されるとかさいやそこはみんないるところで堂々とやればいいじゃんって思うんだけど、なんか周りの目を気にしてそういう変なとこ行ったりする小物感というか。いや多分ねやっぱりその、うん、この年で独身だから、うん、俺こじらせてるんだろうと自分で思ってんだよまず、うんうん、俺はやっぱり40独身だから、うん、やっぱちょっとおかしい考え方が、うん、こじっちゃってるとそんな俺が、はい、大手を振って天下の道通りを歩くわけにはいかねえと卑下してるだから一人で、うん、スタバとかに入れないし、あ、そう言ってたね、注文もできないって言ってた、うん、その自信のなさが中ちゃんと同タイプ。はあ、まあちょっと無駄には違えど似た感じだな。ラビユーイズイージーカーでユーディフォーメイキンラビユーイズヨーラ